本日も終わりました。本日の食事はこちら。ということで、朝ごはんですね。いつも通りのオートミールに、ちょっとあの、ブルーベリーを追加しています。まあ、ちょっと気持ち味変しようかなっていうので、ブルーベリー優秀なんで、ちょっとブルーベリーを追加しています。もう内容としてもね、あんまり変わらず、前までちょっと水で食べてたんですけど、アーモンドミルクを僕の実家に帰った時にですね、 母親があのコストコでアーモンドミルクを箱買いしたみたいで2本もらったんでちょっとアーモンドミルク使い始めてます。で、2食目なんですけど、2食目に鶏胸肉の塩コショウ炒めかとキムチと山梨にあの出張行ってたんですけど、その山梨に出張行った時に買った旨辛味噌みたいなやつね。 上に乗っけて食べてままましたうまいまあ食事自体はだいぶちょっと野菜もイメージして取ってたんですけど家に野菜がなくなってしまっていたっていうことでちょっと質素なねあのほうれん草がメインの食事になっています続いての食事がプロテインそして堅焼きこの堅焼きなんですけどシンプルに食べたくなってスーパー銭湯った時に買ったんですよこの堅焼きをでカロリー1枚見たら6 0キロカロリーって書いてたんですよねおおめちゃくちゃちょうどいいやんと思って これをちょっと僕は完食にちょっと楽しみながら食べてます。そばボールみたいな雰囲気の味でしたね。で、夜ご飯はうどんで煮込んでから最後に米を入れて食べる。もう最高ですね。 今のところですね、減量中の食欲っていうのが爆発することも全くなく、楽しんで減量できてるかなっていうふうには思います。で、一応30日にですね、予定が入りまして、小麦パーティーというかね、小麦をもう好きなだけ食べるチートデーっていうものを設けることになったので、ちょっとそれを楽しみにね、30日までチートデーを一切せずに、ちょっとしっかりと絞れるところまで絞っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、ということで、背中のトレーニングですね。 今回はですね、まずはストレートバーを行っているんですけども、この前に今の向きとは逆の向きを向いて、 大円筋のみを狙うような、いつもやっているようなね、癖の強いトレーニングをしています。で、今こうやって上に乗っかって、バーを握ってっていう風にやってるんですけど、まず僕は上に行ってから肩甲骨を稼いさせてロックをかけた状態で自分の体重で落ちていくっていうね、この癖の強いやり方でやっております。やっぱりでもね、これをすることによって、しっかりと狙いたいところまで狙えるっていうのがポイントですね。 で、今回はですね、ちょっとしっかり収縮もかけつつ、ストレッチもかけようということで、肩甲骨見てもらったらわかるように、ぐーっと外に開いて、閉じて、開いて閉じてを繰り返してます。でも終盤やっぱり開くことによってね、背中から負荷が抜けちゃうっていうのもあったんで、背中に負荷が乗り続けるフォームでやりたいなっていうふうには思って、できる限り終盤はあんまり肩甲骨をね、外転とかさせずに行っておりました。 で、続いてですね、ま、あいろいろとやってるんですけども、今回取れたのはこちらですね。シーテッドローを使ったワンハンドローですね。シーテッドローのマシンでワンハンドローすると、軽い重量でも十分効くんですよね。だからもうこの重量でぐーっと収縮させる、収縮させる、その収縮をイメージして行うのも、ま、あ一ついいポイントかなというふうには思います。やっぱりでも地面から引くワンハンドローが一番重量も扱える、かつ、 体幹もしっかり使えるかつ背中にね負荷が強いなっていうふうには思うのでもうそっちをリピートしたいんですけどやっぱね怪我をしやすいんです一回腹斜筋肉離れしてからやっぱ怖いんですよねだから結構ワンハンドローから逃げちゃってる自分もいるんですけどそろそろもうね体幹も大丈夫かなっていうふうに思うんでワンハンドローは復活していきたいなっていうふうに思います、まあ、マシン使うよりも圧倒的に効率がいいですよねただやっぱ抜けてしまうとフリーウェイトなので軌道がずれてしまう分 抜けやすくはなり、入りにくくはなります。ただやっぱりすごくいいです。で、やっぱ僕がね、ちょっとこのグッと収縮の時に顔をグッと背中の方向けてると思うんですけど、そうすることによって、浅い可動でもしっかりと背中に入るんですよ。顔を前に向けてしまうと、ちょっとリアが関与してしまったりっていうのもあったりするので、まあ、できる限り顔も近づけつつ、可動域が狭い状態で背中の筋力をしっかり発揮できるようなフォームで行ってます。 背中のののトレーーーニングの最後は僕は僕いつもこのプルオーバーを行っておりますやっぱ最後にやることによって今今日やったねトレーニングの負荷が全てどんだけ背中に乗ってるのかっていうのも確認の上できるので、まあ、このプルオーバーは僕の中じゃもう必須種目ですよね。重量扱える種目でもあるんで重量扱ってもいいなというふうにも思うんですけどやっぱ最後にまんべんなく追い込むっていうので一番やっぱり背中全体的にアプローチできる種目がこのプルオーバーになるので。 この種種目目はもう必須種目ですでロープでやるっていうのと、まあ、細かいねフォームの修正などもあるんですけど割とこれで背中に効けるようになってくる人は大体背中トレーニング上手になってくると思いますプローバーって割とね難しい種目ではあるんでコントロールしにくいんですけどこれがコントロールできるとトレーニング上手くなるので是非やってみてください本日の食事はこちら本社に行ってっていうのもあるのでまあオートミールを持って行っていつも通り食べて今回水で作ってますね お昼にカロリーハーフのジャワカレーを使ったカレーを食べてます。で、お肉はもも肉です。で、そのままパンと和菓子。まああのパン食べてる理由なんですね。チーズのパン。あれはカロリー範囲内で脂質も範囲内で、かつ脂質が足りなかったからちょっとあれでかさまそうというような理由でとってます。で、タンパク質、ソイプロテイン飲んで、トレーニングして帰って、またいつも通りの今日はパイタンのね、またスープの素を使って、うどん食べてから増水して食べました。だいぶ体の調子はね、 良くなってきてるっていうのとやっぱ筋肉の張り感もしっかりとあるっていうのと、まあ、サイズ自体がね全くドロップせずに減量できてるんじゃないかなっていうふうには思いますまだここからお腹周りの脂肪がいっぱい残ってるから分かんないんですけどおそらく肩周りとかはあんまり落ちることなくカットが出ていくんかなっていうふうな感じですまあこのまま僕の想像通りの減量ができれば今年結構戦える体になるんじゃないかなっていうふうにも思うのでぜひ皆さん応援お願いいたします胸のトレーニングですね 僕は、この時、右の胸をやってしまいます。右の胸をやってしまうというか、腕の付け根ですね。脇あたりの筋が、フラットで、ベンチプレスを行った際にですね、ガーンと当たってるの分かりますほら、今見、見た見た見ましたあの、ガーンと当たってるんですよ。あの、いやっぱもう、セーフティーバーがね、邪魔で、 でも、このセーフティーバーをつけないことには、怪我をする可能性がある、事故る可能性があるっていうことで、まあ、セーフティーバーをつけてるんですけど、あのガーンっていうのをバランス取るために変に力が入ってですね、僕はあの脇のところちょっと違和感を感じまして、もうそこの後ね、違和感を感じたんですけど、まあ、やってみようと思い、 まあ、やるんですけども、あ、これはよろしくないと思って、このね、セットで今回のベンチプレスは終わってます。で、この後にですね、プレスの種目もちょこちょこやるんですけど、やっぱ、あ、良くないなっていう感覚があったので、 今回のトレーニングはだいぶもう浅くやって終わるような形で終えることになってしまいました。でもね、だいぶいいパフォーマンスにはなってきてたところこうやって重量がまた扱えなくなるっていうのは、まあちょっと休めよーっていう神からのお告げやと思ってですね、僕も受け入れようかなというふうに思ってます。もう明らかにね、わかります。あの、まっすぐ上げたいのにガーンって当たることによって、あの、左右差すごいあるように見えるでしょもうこれがね、もう僕の体の怪我の原因ですよ。 よろしくない。ほんまによろしくない。皆さん気をつけてください。怪我には。もう完全にやってしまった男の顔ですね。ぜひぜひ皆さん参考にということで。まあ今回ですね、この重い重量をやってたけど、あ、違和感出たっていうことで,ですね。ちょっと軽くしたんです。だいぶ丁寧に扱おうと。丁寧に3セットやろうと。しっかりやろうと。それでももう違和感が勝ちます。見といてください。もう僕が辞める人の方が今この映像には映っておりますね。 この時にパツンってやって持ってるんですよね、これ。筋が。なんか映像に映ってへんから脇が映ってるんで。なんかプキンって動いてくれたら一番いいんですけど。違和感をね、感じるんですよ、完全に。あー、痛いなーこれ見てるだけで痛いなー見た目には出てないと思うんですけど、今の感じ、今のところで、あ、やったっていうね。ほら、見てください、この反応。あ、やった感じの反応がすごい。もう完全にやった男の反応ですよね。もうこれで僕は、一週間以上ね。 プレスができなくなりましたせっかくパワーが戻ってきてパワーが戻ってきたというかパワーがついてきてインクラインで100キロ押せるようになったのにプレスができなくなるというね地獄の時間を味わいましたはいということでですねちょっと軽い重量でできる限り胸の収縮のみで腕の収縮などを行わないようにできる限り胸だけでプレスするようなイメージでトレーニングを行ったんですけどもう違和感満載 違和感ばっかり、やるたびやるたび痛みが増していく、このような地獄の時間でございました。トレーニング、胸トレをやりに来たのに、胸トレをあんまりふんだんにすることがなく、この日はトレーニングを終えることになります。でもね、それでもなんとかなく諦めずにですね、乳首を出しながら、片方の胸をね、しっかりと追い込もうと追い込もうとやっております。やっぱりね、痛めた右側は入りにくいですけど、左側はですね、元気なんで、 めちゃむちゃ効くんですよ、めちゃむちゃ。まあ、このね、胸トレがね、もうなんか知らんけど、ずっと左の乳首がずーっと漏れてますね。隠せというね、コンプライアンスという言葉があるこの世の中で乳首を出しながらジムでトレーニングするのはどうかということに思うんですけども、胸に効かせられてるんで、まあいいんじゃないかなと思います。しっかりずっと出てますね。なんや、この、早押し前と思いますね、見てて。 もう胸トレはダメやということでですね。ちゃんと腹筋久しぶりにやろっかなということで。まあ腹筋台があったんでね、腹筋台で腹筋をやっています。まあぶら下がってやろうと思った時にやっぱ伸びるとまた腕が痛いっていうことで、上半身を使わない、腕を使わないね、トレーニングをするってなるとやっぱもうこれしかなかったんですよね。 だから腹筋台ちょっと久しぶりに腹筋してます。でもやっぱ久しぶりにやると呼吸を意識するだけでもちゃんときついんやなっていうふうには思ったんですけど、やっぱり油断すると腹筋台を使ってても筋肉の負荷っていうところが抜けるなっていうふうに思いました。で、普段から割と最近腹筋をしてたりっていうのもあるんで、強度が強くてもできるようにもなってきたっていうのもあるんで、まあこの重量何も持たないっていうのも面白くなかったんで、ちょっとプレートを持ってね、やってみました。 これ何キロ持ってたかな ?5 キロか10キロか持ってたんですけど、まあこうやってやるときつかったんですけど、なんかやっぱ、あ、でもちょっと腹筋も使いつつ、違ういろんなよくわからんとこ使ってるなと思って、特にこれ腸腰筋、支えてる腸腰筋もきついなと思ったんで、なんか、うーん,、うん、っていう感じのね、感覚で、とりあえずこれ以外にできることがないんでやっておりました。まあでもだいぶいい感じにね、できてるんじゃないかなというふうに思います。 まあ腹筋自体ね、パワーがついてきたっていうのもあるねで、今年だいぶ改善できてるんやったらいいんですけど、まあ脂肪がなくならない限りは僕の腹筋っていうのが割れてこない。まあ体脂肪僕は10%を切り始めてや、やっと腹筋がちらほら見え始めるぐらいの人間なんで、まあ腹筋鍛えてるのに全然見えないんで一番楽しくないトレーニングですよね。皆さん共感いただける方も多いんじゃないでしょうか。まあプレートをね、支えながらなぜかね、左手の小指が立っているというね、 なんであんな持ち方にしてたのかわかんないですけど小指だけ引っ掛けるっていうのが違和感あったんでね小指だけ立ってみますベンチプレス中に右の二頭筋やっちゃいましたね手前で終わったんでまた多分これ数日で良くなるとは思うんですけどちょっと無理するのをやめとこうと思って内転筋とお尻だけちょっと足取りしたらダメなんですけどちょっと軽くやってみたらどうなんかなっていうのを様子見たかったんで内転筋とお尻を軽くやって腹筋だけして 今からちょっと時間あるんでもタンニングやっていこうかなというふうに思います。無理したらすぐ怪我するんですわ。ちなみに今の僕のコンディション、鏡に映る感じですね。まだまだ絞れますね。ちょっと頑張ってみます。帰ってきたんですけども、痛みが増してきてますね。最悪ですわ。 この感じはどちらかというと筋肉っていうよりかほんまに筋やったかなって感じですね。何が良くなかったかわかんないですけど、100キロのベンチプレスを押した時にもそうなんですけど、セーフティーバーの位置が微妙に高かったんですよね。で、胸まで落としてってやってると、セーフティーバーに片方がガーンって当たっちゃって、ちょっとバランスを崩すっていうのがあったんですけど、おそらくそのあたりでバランス崩した時に変に力が入ったんかなっていうふうには感じてます。もうほんまに。 やる今日出した途端だな、これ。って思うぐらいね。多分僕自身がおそらく、オーバーワークになりやすいんですよね。中学校の頃とかも、ほぼほぼ野球の練習してないのに、ちゃんとやってみようと思って、一生懸命やり始めた一週間後に僕は野球肘になったりとか。で、それが治ってよっしちゃうと思ったら次野球方になったりとか。 で、外周を頑張ろうと思ったら、アキレス腱炎症とか、シンスプリントとか、もう僕ね、あの、怪我ばっかりしてたんですね。だからスポーツやめたんですけど、ここやっぱ最近、感じますね。週に6回ぐらい、まあ、トレーニングしてるんですけど、そのペースに戻した瞬間に、体が怪我しやすくなってる状態になってるなって感じたんで、ちょっともう週5に減らそうかなっていうふうには思ってます。 週5回のトレーニングに減らしてちょっと怪我をしないような意識を頑張ってしようと思うんですけどちょっと明日はさすがにね違和感がまだやっぱりできたところなんでトレーニングはオフにしようと思いますまあこの怪我についてはまた別で動画にできたらなっていう風うに思うんですけどまあ怪我の アフターケアというかね、そういったところはちゃんとしていこうかなっていうふうには思ってます。いやーでも明日ちょっとオフにしつつ、金曜日はちょっと肩トレをちょっとできる限りレイズ、あの二頭筋が収縮しないようなフォームでできるトレーニングっていうのをメインで行って、で土曜日はちょっと法事で実家の方に帰るんでトレーニングができず。 で、日曜日も先輩の結婚式ということで、トレーニングほぼほぼ多分できない可能性の方が高いんで、まあ金曜日さえあればちょっと休んで月曜日とかになってくると思うんで、まあこの一週間というかね、連休が入るんで僕の中で筋肉の連休ですね。筋連休が入るんで、そこでどう僕の体が変わっていくかっていうのはちょっと見ていきたいところですね。もう厄介ですね。ほんまに毛がせえへん人ほんまに羨ましいですわ。 関節強かったりとか、やっぱ体が強い人っていうのはね、この競技に向いてるなっていうふうにも思うんですけども、まあこの怪我しやすい僕がですね、勝つことによって、あ、面白いストーリーが出来上がるんでね、まあ努力もそうですけど、まあやり方はちゃんと意識して考えたトレーニングをしていれば、 大会で勝てるっていうのも証明できるようにちょっと頑張っていきたいと思います。本日の食事はこちら。まあ、食事自体はあまり普段と変わらずに食べています。なんで朝ごはんはまあオートミール。で、実はですね、朝ごはんにオートミールしか載せてないんですけど、コーヒーも飲んでます。で1日コーヒー1杯2杯ぐらい飲んでるんですけど、僕1杯でコーヒーの粉は3回分ぐらい使っちゃってるんで、おそらく1杯が3回分ぐらいの量飲んでるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、お昼に 塩、コショウで炒めたものと、キムチと一緒にご飯を1合食べて、で、トレーニング行く前、仕事の終盤に、ちょっと、プロテインと、スニッカーズと、羊羹食べてトレーニングに行って、まあ結果的にトレーニングはあんまりちゃんとできず、まあ腹筋と、普段やってなかった内転筋、お尻をちょっとやってみて、湿疹がどう出てくるかっていう、ちょっとね、病気も治ってないので、まあそこの病気の部分がどう出てくるか、足のトレーニング復活できるってなったら、多分、減量すっごい加速すると思うんですよ。 足のトレーニングもちょこちょこ入れていきたいなっていう気持ちもあるんで、徐々にちょっと動かしつつ、足の調子っていうのは見ていきたいなっていうふうに思ってます。夜はですね、またあの、麺つゆを使ってお蕎麦を作って、煮込み蕎麦を作ってから、雑炊にして食べて、本日の食事は終了というような感じになりました。で、寝る前にいつもですね、リアファイバー飲んでます。寝る前に。リアファイバーね、一回僕飲んでたんですよ。3週間くらいか。 飲んでたんですけど、調子逆によくなくなったなーっていう風に感じて、一週間ぐらいやめてたんですよ。そしたら、急に調子悪くなったというか、急になんか毎朝スッキリしなくなったんですよ。え、なんか、うわ、なんかもう、なんでやっていう、ちょっと手前で、なんか、なんでここで止まんねんみたいなね、あの、ちょっと生々しい話になってくるんですけど、なんでここで止まんねんっていうところで止まってたんですけど、ちょっともう一回飲み始めようと思って一週間経った今、すごい調子。 あだから合わへんと思ってたんで僕あんまりここに触れずに、このサプリ取りますって言ってたのに、触れずに終わろうと思ってたんですけど、よかったですね。 自分の中では、あ、すごい体感したなっていう風に感じるんで、ぜひ、あの、そういうところで悩む方とか、特に減量中とかやったら多いと思うんで、ちょっとおすすめしたいなっていう風に思いますね、このサプリメントは。またまたと思ってたんですけどね、会社のね、動画なんで、そりゃおすすめするやろと思ってたと思うんですけど、もう全力で僕はあの、合わへんと思った瞬間にこれ紹介するのやめようと思って、もう途中で <laughs> 紹介してたのに感想っていうのを一切言わずに触れずにこのサプリメントの存在を消していこうと思ってたんですよ、僕この動画の中でね。ねよかったです。 ちょっと忖度なしでね紹介したいと思ってるんでそこをちょっと参考にしてもらえたらまあ合わない人は合わないっていうのとか体感しにくい人は体感しにくいっていう人も聞くんで一概にみんなに「いいよ」っておすすめできるかって言われたらとりあえず試してみてとしか言えないですねでも分かったのは一袋買ったら大体分かりますちょっと僕の中で分かったのは23週間飲んでもらって一旦休憩する一回取るのやめるんですよそしたらめちゃくちゃ分かりますね分かる人はあれってなると思うんで それがあれってならへんかったらもう一袋飲み切ってもう次買わなくていいと思うんですけど割と一袋で大体感覚感じれるんじゃないかなと思うんでぜひ皆さんには一袋だけでもいいんで頼めしてもらいたいなっていうふうには思ったサプリメントでございます圧倒的にあの乳酸菌だったりとかそういったところが足りなかったりするんでまあそういったのもしっかりと含まれてるこのリアファイバーはぜひおすすめですどういうことに悩んでるかっていうのはあの食物繊維 必要な理由って、グーグルで調べてもらったら出てくると思うんで、あ、こういうことねっていうのを理解してもらったらいいなというふうに思います。何週間。九週間。え、何週間。とりあえず、今の体ですね。昨日、ターニングいったんで、ちょっと赤くなってますね。 多分色黒くなるだけで今の脂肪量でも凹凸感ははっきりしてくるかなと思います。ただやっぱお腹のお肉がいっぱいあるんですけど、上の方はトレーニングしてるとだいぶ絞りできた感じはあるんで、徐々に徐々に仕上がっていくんじゃないかなというふうには思います。まだまだ大会までね、あと4ヶ月ちょっとあるんでね、気持ち落ち着かせながら絞り切っていきたいなと思います。えっと、食事自体はですね、こんな感じです。まあ朝はいつも通りのオートミール、そしてお昼はカレー。 で、今日はですね、完食にビリジンド YouTube の方でライブをやった時のプロテインと今日はトレーニング怪我をした件で僕はちょっとオフにしようと思ってオフにしてるんで会社から帰る前にそういうプロテイン飲みました。帰りに 県県に行って弥生県で、ホッケ定食を食をべましたでご飯を 200g おかわりして、まあカロリーはトータルで大体こんな感じです。ストレスが全くなく減量できてるなーっていう風にも思うのと、一日休んだだけでやっぱすごいマシになりましたね。腕の筋の部分。やっぱすぐ休むべきやなっていうのはすごい感じました。明日多分肩トレ、サイド、リアミドルを狙うようなトレーニングであればできるんじゃないかなっていう風に思うんで、明日ちょっと肩トレはやりに行こうかなっていう風に思ってます。で、土日また休みになると思うんですけど、まあ、日 日曜日もな、ね、できたら背中やりたいなと思うねんけど、ちょっとここはちょっと様子を見て考えたいと思います。とりあえず明日はちょっと肩トレに行けたらなっていう風うに思ってます。 金曜日はですね、日中はほぼほぼいつもと変わらず、ただ僕、米をね、1合の米のはずなのに、水をですね、2合分入れて、すっごい美味しくないご飯ができたんで、キムチで炒めて、味でごまかして、なんとか食べれました。僕ね、あの、米がとも、そもそも苦手なんですけど、水多すぎた米も,もう最悪なんですよ、僕からしたら。だから食べれなくて、無理やり突っ込んだんですけどね、捨てるのは絶対もったいないんで。まあそんな感じで、夜ご飯は実家に戻ってから、鮭と白米を食べました。土曜日は不節制。 な生活になりまして、朝ごはんは明太子と身舟のお茶漬けを食べてプロテイン飲んだんですけど、お昼ごはんがお寿司、10皿食べました。で、夜ごはんがなんと、 焼肉。焼肉食べちゃいましたね。しっかりと食べた。めちゃくちゃしっかり食べた。で、しかもね、焼肉を食べた後に、ミニストップのソフトクリームが食べたくなり、ソフトクリームを食べて、食事は終了という感じでしたね。カロリーで言うとそんなにオーバーはしてないんですけど、まぁ、あ、ちょっと不節制になりました。で、タンパク質はしっかりと取れたかなっていうふうに思ってます。で、今日日曜日なんですけども、朝ごはんは鮭と白米で、まだこれから、 お昼とを食べていくんですけど、トレーニングオフで今から結婚式行かないといけないので、まあ、2次会だけの参加になるんですけど、まあ、2次会の参加してっていう形なんで夜はまた不節制になるかなと思います。だからお昼までは減量食やけど夜だけはちょっと不節制という形になります。 で、トレーニングはですね、もう今日復活してもいいかなと思ったんですけど、やっぱ結婚式前でバタバタでやるのもなと思ったんで、今日までちょっとしっかりと休めようかなと思ってます。怪我自体はだいぶ気づくのが早かったから、全くもって悪化することなく、もう違和感も一切なくなってきてるんで、ちょっと押したらちょっと違和感あるかなぐらいなんで、明日ぐらいにはもうしっかりとトレーニング復活できるんじゃないかなと思うんで、明日から胸、背中、肩っていう流れでやっていきたいというふうに思っています。はい、ということでちょっと昨日ね、 撮れてなかったんで、最後、紹介したいと思います。結婚式の2次会から行って、まあ写真のご飯を食べたんですけど、まあカロリー自体はめっちゃ低かったんですけど、そのまま3次会に行ったんですけど、もう合計でですね、あのー、食事はほぼ全くとってないのに、コーク杯、8杯、シャンパン3杯、ショット4杯という、めっちゃ久しぶりのお酒パーティーみたいになってしまって、 まあ、エンプティカロリーをすごい摂取したっていう感じになりますね。カロリー自体はあんまり計算で出せないんで、乗せはしてないんですけど、二日合いもなく、通常運転で今日からトレーニングできるんじゃないかなというふうに思うので、今日は仕事が終わり次第しっかりと筋トレしに行きたいと思います。また来週も頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。